ということで飛び出しに帰ってきました。今回の最後の宿です。今回は旧市街に撮りましたので、お部屋ご覧ください。どうぞ。はい、こんな感じですね。まず入り口入って、お部屋、ちょっと荷物置きましたが、こんな感じでございます。十分ですね。マジで十分、十分な広さ保っています。スリッパとハンガー、タオル、お手洗いとバスルームです。お、歯磨きがある。そしてシャンプー、バスジェル、シャンプー、バスジェル、シャンプーとバスジェルは全部一緒です。はい、という感じでございますね。そしてドライヤーもついてました。ここは一泊4000いくらのはずで、で、ちょっとベランダがあるんですけど、ここの扉の開け方ちょっとマジわかんなくて、ここガコってやるとこのね、上がねボンって取れるんですよ。ちょっとわかんないか、後でおじちゃんに聞いてみようと思います。あと4日、ここで過ごしたいと思います。久々になんか起きたらさ、ちって衝撃でした。今日はジョージア飛び入り新の旧市街の方をいろいろとちょっと歩いて回ってみようかなと思っています。でもね、もう見えてきたの、見えてきたの、最初のところピースブリッジです。ピースブリッジ、うわー、この通り初めて歩く。あって、カジノがある。うわー、これ渡ろうと思います。マジこれピースブリッジやー、来たー。インヌ取る、インヌおる、インヌ。めっちゃインヌ、インヌ。あそこにね、ロープウェイがね、走ってんの。風強いよ。マジで風強いよ今。もうこんな感じ。今日朝さ、めっちゃ土砂降りだったからどうしようと思ったけど。いいやん。何の建物なんだ。わあ。ロープウェイ出てますね。意外とでかいんだな、ロープウェイ。あとポポ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 、はいね、ロープウェイが行ってますわ。あ、人降りてきたわ。上登ってきたんや。すごい海外感ある。すごい海外感、海岸、海、海、海外感がある。本当にね、たくさんの教会があるの。ここでしょ、ここでしょ、ここ、
あの上まで登れるかな私。訪れた感めっちゃ訪れた感ある。よくないこれ、すごい気持ちいい。暑すぎなくて寒すぎなくてめっちゃちょうどいいですね。いいよこれ。いいね、いいね、すごい。あんな俺、あんな俺、本当にそこら中に転がってんのよね犬が。観光地だね。チューチヘラ祭り、まだ一つしか食べてないけど、これいいの。来ました。坂です。坂。でもトルコのスウェットは全然大丈夫。全然大丈夫。何かと思ったらね、ガスメーターなのよ。めっちゃね、回ってんの。ガスかな？水かな？全部が可愛い。まだ坂は続くぜ。伝わるかわかんないけど、めっちゃ坂登ってきました。すごい。猫30匹いる。あ、違う。もっといた。待って。集まってきた。全集合。え？あら？あらあら？君たちは何？猫様。今私このね、猫たちめっちゃ癒されまくってんの。これなんかいいな。あの上はちょっと行ってみたいから、あっち行こうかなと思います。よし、行きましょう。登れんの？てかもうすごいよ。怖いけど行ってみた。うわー、すごい。マジですごいじゃん。上がってきたね。いいじゃん。髪ぐっちゃぐちゃだけど来ました。マジ髪ぐっちゃぐちゃ。いやー、いい景色ですよ。あそこまで登ってる人がいる。どうやって登れるの？どうやって向こう側行くの？これ
登るの？ちょっとわからない。待って、これ登んの？どうなの？死なないでね、私。今日風強くない？飛ばされるよ、きっと。ちょっとだけ上登ってどんなもんか見よ。マジでもうこんな道よ、こんな道。風吹いたら飛ぶよ、私。よいしょ。あ、あ、もっと高いとこ来ちゃった。ちょっと待って、なんだこれ。そしてマジで登れる、登れるけど登れない。よし、降りよう。これ降りるのマジ怖いんだが。マジ怖いけど行くよ。滑んないように気をつけてください、みさこさん。よいしょ。ああ、川がめっちゃ流れてるんですけど、ふと引いたらね、あそこに鳥居があるの。あ、待って、こっちすごいじゃん。このあの上まで行く人が行くのね。それはただすごい。さっきあっちから入ったんですけど、ちょっとこのね、大きな山を越えられないんで、こっちの階段から行きまーす。上手のあれだ。観光客いっぱいいる。すごい、めっちゃ観光、めっちゃ観光地でした。皆さん、よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。みさこでした。バイバイ。なんか写真撮ろうとしてる。撮ってあげようかな。これ撮ってあげようか。撮ってあげたい方がいい気がする。撮ってあげます。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントたくさんください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。